消防署から感謝状を受け取るこちらの男性、その訳は川に飛び込み沈む車から女性を救出。この出来事を聞いた男性の息子はこう言ったとか。パパはヒーロー。ヒーロー、多くの子供が一度は憧れ夢見る存在。戦隊ものを見たりポーズを真似たり、成長するにつれいつしかその思いは消えゆくものですが、そんな中、大人になっても憧れを持ち続ける人が。その名もヒーロー症候群。まず分かりやすく特撮ヒーローに憧れすぎる人物から。いらっしゃいませ。すいません、こちらにヒーローがいると伺ったんですけど。ヒーロー、多分あの私のことでしょうか。すいません、どの辺が。いやもう誰か助けて。チュンガースパーク、ファイヤー。俺は炎の天候、トチュンガーセブン。ありがとう、トチュンガーセブン。うん、食べ物は大事にな。よし。トチュンガーセブンこと星智弘さん、本業は油揚げ屋さんの店主で御年53歳。やっぱいい年こいてやってるという羞恥心も感じながらもですね、ただね、それをね、やっぱり、ね、忘れるぐらいにやっぱりそのヒーローへ その憧れといいますかね、強い思いっていうのは消えるどころかね、ますます燃え上がっていくわけですよね。燃え上がる情熱は44歳の時ついに爆発。あの起きてる時間はほとんど考えてましたしね、寝ても夢の中でまたそういう夢を見てましたもんね。子供たちの中で叫び声になって聞こえてきて、ね、もう助けてとかね、もうね、ちょっともうかなりちょっとやばい状態になってきたわけですよね。あ、これはもうね、自分の思いは抑えられないんだ。答えは簡単なわけですよね。自分のね、オリジナルのヒーローを作ればいいわけなんですよね。こうして生まれたのがトチュンガーセブン。さらにコスチュームを作るだけでなく、200万円を自腹で払い、地元のテレビ局でドラマ化、反響を呼び映画化まで。一方で星さんのような特撮の世界ではなく街中で活動するヒーローも。リアルライフヒーロー。それはヒーローの格好で地域への奉仕活動などを行う人たちのこと。こんにちは。こんにちは。リアルライフヒーローのスラウザーと申します。どうもよろしくお願いします。スラウザーさんは日本で最初に活動し始めた一人だといいます。渋谷ハロウィンで仮装のゴミ拾いみたいのをやってみたんですよ。そしたら、まあ、すごいいろんな人に見てもらえたりとか、この活動ってやっぱ発信につながるなっていうのと、やっぱこの渋谷のゴミの現状なんとかしないといけないっていうふうに思って、自分のオリジナルヒーローを作って、あのちょっとこういう人目で戦っていこうっていうふうに決意した形になります。普段はサラリーマンとして働き、休日や仕事終わりでこの活動を行うスラウザーさん。でもそもそも仮装しなくてもいいのでは。普通の格好でやるとやっぱりまあちょっとスルーされてしまう部分とかもあるので、あとこれを着ることによってモチベーションですね、上がります、めちゃくちゃ。はい、自分の好きな格好でなんか社会のためにやってるっていうのはすごい充実感がありますし、僕自身もこの格好でゴミ拾いするのがとても幸せです。ゴミ拾いのほか地域のイベントにも積極的に参加し、
誰もがヒーローになれると伝えているのだとか。地域に役立つ分にはありがたいのですが、近年では私人逮捕系 YouTuber やネット自警団など自分の正義感を押し付ける行為が問題に。果たして今の時代に必要な正義とは一体何なのか。正義の申し子ヒーローと共に考えます。ではご紹介いたします。はい、はい。まずはですね、オリジナルの特撮ヒーロー、トチオンガーセブンとして活動されています星井智弘さんです。星さんどうぞよろしくお願いします。はいはい、トチオンガースパークファイヤー。ありがとうございます。はい、星井智弘です。はい、よろしくお願いします。油揚げ、そうですね、油揚げ、はい、油揚げお供えをしてます、ね、はい、お供えをしてます。そして、もう一方、ゴミ拾いや地域イベントで活動されていますリアルライフヒーローです、スラウザーさんです。はい、ちょっと立ち上がっていいですか。はい、ます。じゃあ僕も決め台詞言っちゃおうかな。お願いします。リアルライフヒーローアセブル。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに今持ってらっしゃるのは武器のように見えて、ほうきと掴めるんですよね。はいはいはい、ゴミ掃除用になっているっていう感じです、ボランティア活動されているということですね。竜の層ちょっと、はい、気になっているということでありがとうございます。星さんから伺ってまいりますけども、はいはい、40代になってね、はい、オリジナルヒーローをまあ作って、はい、ご自身がなってらっしゃる。そうですね。そもそも何がきっかけで、はい、うん、あ、そうですね、もちろんですね、まあ、ちょうどまあ自分のですね、まあ、今ちょ、うん、あの53なんですけども、ちょうどやっぱり自分が生まれた年ですよね、うん、1970年代。で大体物心ついたら3歳ぐらいでしょうかね、うん、3歳ぐらいからねやっぱり自我が目覚めて、そういった特撮ヒーロー番組をすごい見るようになったんですけども、うん、ちょうどその1973年というのは、うん、本当にもうあの何でしょう、日本のですね、特撮ドラマのまさに黄金期ですよね、年間本当に15番組ぐらい確かあったと思うんですよ。すごい毎日やってたわけですよね、うん、はい、そうなんですよね、うん、でそんな中でやっぱりあのもう嫌顔にもですね、もうテレビをつけら毎日あの特撮ヒーロードラマがあるわけですよね、うん、やっぱりそういったあのものを見ながらですね、やっぱりずっとこう、まあ、まさに子守唄のように、うん、あの見てきたんでですね、なんかそんなにあの自分が今やってることがですね、なんか別に変わったことをやってるような、うん、あ、本人はそういうの思ってないわけです、うん、自然とこうなってるみたいな、はい、なんかそんなノリです。そういう意味だと、はい、実際になってる時の自分っていうのは、はい、実感としてどういうものがあるんですか。ですね、うん、どうでしょう、やっぱりあの、まあ、最初はですね、うん、もちろんやっぱりこういうあの自分の作ったですね、自作で、うん、そういう自分 の, あの思いのヒーローを、まあ、作ってやってるんですけども、はい、あのただやっぱり実際ですね、うん、あのまあね、スラウザーさんもあの、うんうん、分かると思うんですけど、やっぱりあの暑いですしね、うん、暑いし実際にあの暑いむしろですね、むしろね、あのこの格好心が暑いです、ね、そうですね、そうか、心は暑いんですけどね、心も暑いし、うん、まさにあのむしろね、この格好をすると戦闘力落ちるわけですよね、実際はね、弱くなっちゃうんですよね、まあそうなんですけどね、やっぱりあの何でしょう、やっぱり自分の中では、まあ、やっぱりその格好をしているというよりも、うん、なんかやっぱりこうドラマをですね、うん、あの本当に熱き血潮をほとばしてるですね、うん、まあ、自分はあえてその怪奇ヒューマン特撮ドラマという言い方をしてるんですけども、はい、うん、やっぱりその今の子供たちにですね、そういうね、なんか本当に何でしょう、うん、あのかっこいいヒーローじゃなくて、あのトチオンガセブンって本当に、ね、実はかっこよくない弱いヒーローなんですよね、うん、そうなんですよ、それ人間のその弱さと言いますかね、むしろ負けるわけですよね、うん、で負けた中で何くそと思って立ち上がる、周りの、友やね、仲間からこう支えられて立ち向かっていくという、そういうね、泥臭い部分のヒーローばっかり見てたんで、それをね、なんか今の子供たちに見せたいなと思いで、実は反響はどうですか、はい、反響は、あ、反響はですね、うん、おかげさまで、あの自分もですね、やった当初はですね、うん、まあね、やっぱりさっき言った70年代の、まあ、同じね、あの50代の人たちがね、懐かしいんでね、そういった人たちばっかりが喜んでくれると思ったら、とんでもない、やっぱり子供たちが、子供たちがね、もう大変なうちの店に、うん、まあ、家族連れてきましてね、うん、
そうなんですよ、ね、油揚げいっぱい買ってくれて。さあでは砂澤さんにも伺ってまいりますけれども、はい、リアルライフヒーローということでね、はい、掃除ボランティアされてるということですけど、いつからどんなきっかけだったんですか、そもそも。この活動を始めて6年くらいになるんです、はい、6年以上ですね、うん、になって2017年の渋谷ハロウィンが、うんうん、僕のそのきっかけでして、もともとボランティア青年だったんですけれども、うん、まあ、ボランティアとして、まあ、ゴミ拾いをやって、うん、で、まあ、仮装もしまして、でも渋谷ハロウィンって結構ゴミ問題すごい話題になるじゃないですか。でそれでやってみたところ、やっぱり結構いろんな方に見てもらえたりであったりとか、やっぱり僕自身がやっぱりもうこれはもう変身ですね。自分のもう体だけでなく心まで変身してモチベーション高くやれて、でももともとずっとヒーローが好き でずっと誰かの役に立ちたくてボランティアをやってきて、でそれがなんか合わさった瞬間で、あ、これだって思って、じゃあオリジナルヒーロー作ろうと思って、でもう自分のできるところからもうコツコツと、本当に最初は低クオリティなところからやっていって、うん、できたのがこのスラウザーという姿になります。今スラウザーの時ってどんなお気持ちなんですか。スラウザーの時はもう名前の通り超覚醒してます。覚醒してる、スラウザー、名前の通りなんですか。何が名前の通りなんですか。スラウザー、スラウザーっていうのが覚醒って意味なんですよ。で強調語で S をつけてスラウザー、超覚醒やろうってことですか。そうですね、だからその発想が小学生って言われます。正義のぶつかり合いって言いますかね、はいはい、自分と違う正義もあるだろうと。お二人が違うと思うね、うん、やってることはもうある意味ではね、そこどう考えるかみたいなことですけど、それこそ私人逮捕系みたいなことで、その私人逮捕そのものはねきちんと認められた行為なんですけど、行き過ぎた場合のことが今問題になってるみたいなことがあって、スラウザーさんいかがでしょうか。そうですね、まあ、最近すごいちょっと行き過ぎた正義話題になってますけど、まあ僕の基準で言うと、まあ、あるなしで言ったらまあなしで、で僕も結構来るんですよ。例えばゴミ拾いとかやってたりすると、例えばその喫煙所で路上喫煙注意してくださいみたいな、そういう動画見たいですみたいな、もう絶対やらないよみたいな、知人 YouTuber になってくださいみたいな、そうなんだ、そうなんかそういうの来るんですけど、まあ、結局僕が思ってるのは、どれだけ人の役に立つかっていうのも大事だし、結果を出すかっていうのも大事だけど、それと同じくらい迷惑をかけないっていうのはもう大前提として絶対持ってなきゃいけないっていうところで、例えば、まあ、星さんの土地音楽もそうですけど、人に迷惑をかけない土台の上で自分のやりたいことをやってる人っていうのは必ずそれを継続して、その結果誰かに感動を与えられる。それは別に社会貢献に限った話じゃないんですよ。だけど迷惑行為っていうのはそれをもう一撃でぶち壊すものなんで、はい、もうそういうのはちょっとまあ、なくなってほしいなっていうふうに、そうですか。そうですね、難しいですね。なんか正義っていうか、うん、僕はどっちかっていうとなんか寛容の方が大事なタイプっていうか、うんうん、なんか許せることの方が重要なんじゃないのって思っちゃうタイプで、はい、あんまなんか押し付けないようにしちゃうタイプなんですよね、うんうんうん、そっちの方がなんか夫婦関係と か、うん、なんか仕事関係も全部なんかうまくいってきたなって思っちゃって、なんか自分の思ってることをただなんか正義だと思ってやっちゃってると、はいはい、なんか全部うまくいかない方にいってきたなっていう、なんか個人的な感覚、はいはい、なるほど。じゃあ過去の経験も踏まえてそうなったってことですか、うん、今は自分はもう 全寛容の方に振ろうって、そしたら物事うまくいくようになった、回るようになった、はい、かなって思ってて、だから現代の正義って寛容なんじゃないかなって。なるほど、確かにせめぎ合いになってね、そう結局は絶対どっかでぶつかるじゃないですか、うん、そうですね、行き着く先がなんか国家間のなんか正義のぶつかり合いで、それが戦争でとかってなっちゃってるから、って考えると自分はそうだなって思っちゃう。さあここまでヒーローのお二人にお話をご紹介してきたんです。なんだ。うわちょっと来たやろ。ここアベプロのスタッフ。どうもがこのアベプロのスタッフ。ごめんね。これはまずい。私の放送とクイズさせてもらう。ゲード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 ゲうわぁ誰か、助けてー、ちょっとまずいまずい、誰か助けてー、これは誰も助けてー、誰か助けてー、誰か助けてー、ちょっとこれはあんまり間延びしない方がいいんじゃないですか。あはははは、助けてー、わぁここでそらでなぁ、でかい、そらそらよ、あいつの正義の目詰まり、トチョンギャーセブン誕生、トチョンギャーセブン誕生、
ちょっと待って、これで最高だ。うわぁ、使いてくれたな。お、待て、おお、どうだろうね。愛と笑いの戦士カメチーマン。おお、カメチーマンだった。カメチーマンだ。まとめて倒せ。カメチーマン待たせたな。やめろか。あとは俺に任せろ。クラレイン。うわぁ、私が止める。カネチーマンありがとう。任せろ。これで阿部プラの正義、ね、平和は守られたんだ。大事なとこ、大事なとこ、うん、よっしゃー、カネチーマン。いやー、ありがとうございました。ありがとう、カネチーマン。いやー、阿部プラどうなるかとね。ありがとう。危うく乗っ取られそうになりました。いやー、ありがとう、はい、どうぞありがとうございました。お踊りいただいて、カネチーマン、こっちを出せばありがとう。そうでしたね。ありがとう。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。